ペックフライで、はい、だそうですね、はい。でまあ、先ほど話してたあの、まあ、開いて閉じる動きで、はい、ストレッチから収縮までかけていくっていうような感じですね。で意識しているところは椅子の高さですね。椅子をバー閉じた時に、まあ、このグリップが胸の正面に来るぐらいです、はい、なのであんまり上すぎても、まあ、下すぎても、うん、胸は動きにくくなるんで、うん、まあ、胸の真ん中で、このフォームはまっすぐ、体はまっすぐキープしておきたいです、うん、ただお尻が滑って体が倒れてしまったり、閉じるときに胸椎が落ちて胸が落ちて体が丸まってしまったりならないようにまっすぐの状態で閉じていく、うん、はい、急にハウツーっぽくなっちゃいました急に解説し始めたさっきまで押してあげろとか、はい、言ってた余計なこと考えるなとかで今多分めっちゃ丁寧だったんですけど、なんかここまでスローな動きじゃなくていいんで、うん、もうちょい速いスピードでもいいです、はい、ちなみに島さん、あの 足はこう閉じた方がいいのか、はい、そうですね、まあ、腰幅ぐらいでいいですね。あんまり、うん、例えばべったり閉じて、はい、浮かさなくていいんで、はい、まあ、腰幅よりは開きたくないですね、うんうん、なるほど。やばい。ペックフライもなんかいろいろフォームがあるかなと正直思ってて、はい、あの肘をこう寄せていけとか、ここなんですかね、手をこうコツンとつけない方がいいとか、腕を締めるというか、あ、そうですね。でもその意識の方がいいですね。あ、そうなんです、ね、なんかこのなんですかね、グリップ、はい、を近づけようとすると、はい、結局体が丸まるのもありだし、はい、それこそ肘曲げちゃえばつくんですよね。なのでそれよりも、うん、ここ腕と腕で絞っていく、はい、ような意識の方が胸の収縮はかかるかなと思います。だから結構よく見がちなのが、うん、コツンとして終わっちゃってる人いるかなと思って。可動域がすごい狭いんですよね、やっぱ腕、うん、あのここ当てることが目的だと、はいはい、なのでこのストロークはなるべく長く取りたいです。なるほど、はい、確かにペックフライもたくさんありますよね、うん、例えば見るのがこういうフライ見ますね、はい、うん、なんかそのフォームをするときに明確な目的があればいいと思うんですけど、はい、なんとなくそうなっちゃう。例えば最初はまっすぐやっているけど疲れてくるとだんだん倒れてくるとか良くないですよね、うんうん、いかにきつくなってからがフォームをキープするかになってくると思うので、はい、逃がさないよ、はい多分フォーム崩れてるの基準がもうなんか僕では正直分かんないぐらい、はい、今のだったら僕最後のセットは背中がちょっと離れてきたんですよ。あ、なんで前にのめり込んできたかなっていう。なるほど、こう行きたくなっちゃうんですよ、はい、一つ前のサイドレイズの
解説でも最後のレップはちょっとフォーム崩れましたねっていうのがやっぱ基準がやっぱりすごいこう高いので素人目ではなかなかこう見てもわからないぐらいのやっぱフォームの崩れを感じられてるんだなっていうのは感じました。あ、本当ですか、はい、繊細なんですか。繊細です。あれをやっぱあの動画撮れるジムだったら撮影したいですよ、はい、自分の動きを。あ、で今1回目から10回目を上げた時の自分の感覚と実際の動きを見てみて、はい、それが正しく合ってたらいいんですけど、はい、俺6回目のレップで意識と違う動きになってる、うん、ってなったらフォームが崩れてる可能性があるんで、うんうん、なんかそこの目で見る視界から入る情報量と自分の頭の中の、まあ神経系の意識を合わせれるようになってくると多分ちょっとした動きの違いが分かってくると思うんで、はい、動画撮るのも大事ですね。そうですね、だから YouTube やりましょうみんな。自分のためにも、自分のためにも、本当そうですね。で今横から撮られてたんでこういけなかったんですよ。だから8回目9回目とかあ、もうあんまり閉じれなくなっちゃいました。これ多分1人だったら行ってますね、はい、あ、背中離して行ってます、ね、そういうことなんですね、はい、なるほど。それくらいまあ大事かなと、はい、動きは。ちょっと胸がもうとんでもないことになってます。胸出ました。もうなんか影になりすぎて、はい、ちゃんと撮れないです。でかすぎて。でかすぎて。一応お腹ここにある。影になって。一応上から見ると、はい、今第二関節ぐらいですね。
これくらい胸の厚みが上から置いてあげると、はい、いやもう横からもなんかとんでもないことになってます。台風15号来てるんで、みんなもし家なかったらここで甘えるよ、甘えるよ、違う僕の胸だけで。はい、島田さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。胸トレ4種目。4種目ですね。ベンチプレス、はい、インクラインプレス、あ、ベンチプレスじゃない。ダンベルプレス、はい、インクラインプレス、マシーンのインクラインプレスとペックフライの4種目ですね。はい、もう疲労困憊でございます。日クラまであと12日。12日ですね。はい、という形で、ちょっと今日はコンディションの方も、あ、はい、見せていただきましたけども。はい、今7割ぐらいなんで、はい、まあ、12日でちょっと、はいはい、有酸素頑張って絞りたいと思います。ぜひ、はい、残り12日、はいはい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、この動画をいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、島田さん、あ、はい、お疲れ様です。 お疲れ様です。何食べられてるんですか？これはですね、ビルダー飯ですね。ちなみに内容は、内容、今日はしめじと鶏むね肉しかないというと、白米。全体的に白いですね。ですね、白しかないですね。全然色がない。色がないですね。だいたいいつもこんな感じですか？いつもはブロッコリーかほうれん草、なんか葉物、緑がちょっと入ってるぐらい、はい、でも基本こんな感じかな、うん、ですね。胸肉は何グラムぐらい？それ200です。200、はい、でお米が250かな。うん、はい、で何回ぐらい食べられる？今日3回目です。3回目、はい、で帰っても1回食べて、だいたい固形が4食かな、うん、はい、ですかね、固形4食、うん、脂質って正直そんなもう取らない？あ、これは一応調理する時のオリーブオイルを入れてて、はい、この食事の時はオイルから取ってて、はい、で朝食は魚だったんですよ、鮭食べたんですよ、はい、なのでその魚の脂質でしたね、うんうん、はい、でも1日に 40g から 50g ちょっというか 50g ぐらいですかね、脂質の量でいくと。あ、そうなんですね、はい、私お弁当箱が、はい、お弁当箱じゃない、お弁当ケースがなんか可愛らしい感じで、やっぱこの筋肉でこういうご飯食べてると、はい、こういう華やかさが大事な色がない分、色が、そうそう、はい、ここで色を入れてお弁当箱もやっぱタッパーになるんですよね、ちゃんとした箱じゃなくなるんで、はい、うん、まあ袋ぐらい、はい、だってこの袋からこれが出ると思わなくないですか？思わないですよね。もうちょっと彩りありそうな気はしますけど、そうですね、ところが、はい、見た目なんで、はい、見た目なんで気にしないんで。さすがです。でも島田さん、あのお弁当箱に入れられてるのが、うん、ちょっと新鮮だなと思って。あ、はいはい、いつもインスタで拝見してるとジップロックに入ってるイメージがあるんで。そうですよね、はい、今日は、まあ、東京で仕事パンソルだったんで、はい、この箱ですね、はい、で基本今日とかだったらこんな感じで2食持ち歩いてるんですよ、はい、なのでそんなにかさばらないんですけど、出張の時って、はい、まあ、やっぱ1泊2日でも8食分持ち歩くんで、そうなんですね。そうです、1日4食なんで、ってなるとやっぱジップロックじゃないと、はい、かさばる、これが8個あったら大変ですからね。確かに、はい、でも食べたら捨ててみたいな、はい、全部持っていくんですね。持っていきます。オフの時も僕持っていくんで、はい、持ってきますね全部。まあそうですね、トレーニングはみんな多分好きでやると思うんですけど、なんかこういうところで僕は差がつくと思うんで。そう。結構多分聞かれると思うんですけど、はい、どうやって調理してるんですかみたいな、はい、もう焼いてるだけです。毎回美味しいと思って食べられてる。減量中は思いますね、まあ、オフの時は、はい、やっぱ他に美味しいもの外食とか食べるんで、はい、そんなに美味しいと思えないですけど、はい、でもまああんまり食に欲がそんなないんで、時間が来たから栄養を入れてるみたいな感じですよね。胸の日が来たからトレーニングするみたいな感覚で、はいはい、もうこれで、ね、体が変わるんであれば、うん、
なんで何が食べたいって聞かれたら、はい、何でもいいって言っちゃう感じですかね。それ女子に怒られるやつ、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。なんで、はい、外食だったら焼肉、はい、って言っちゃうかな。ああ確かに、うん、焼肉ってなりますけどね。違うものにしようよって、うん、はい、もう仕方ないですよね。でも仕方ない、タンパク質取らないといけないんで。確かに、うん、島田さん、あの買い食いとかってしないんですか、コンビニでとか。コンビニで買うものは水とコーヒーぐらいですかね。食べ物はもうここ何年か買ってないです。買ってないですね、食べ物は。あとガムとか、和菓子とかはもう食べないです。あのお土産とかでいただいたら食べますけど、なんかコンビニで多分羊羹とか、はい、ああなんていうんですかね、はい、大福とかは買わないです。買わないですね、はい、目にも入らない。入らないです。もう本当見てないです。そうですね、水、あと炭酸水か、はい、それぐらいですね。じゃあもうコンビニ入ってもなんか迷わなくていいですか。そうですね、うん、全然。まあスーパーとかもそうですよね、鶏肉買って野菜買って帰るみたいな、はいはい、今日は何にしようかなっていう迷いがない。ないですね、はい、だ昔はあったんですよ、減量がこう長い期間やってた時は、はい、なんかそうパスタ食べたいなとか。最近何もないですね、と僕思うのが年齢が多分関係してますね、はい、こう若い時ってやっぱいろんな欲があるじゃないですか、はい、でやっぱこれが40近くになるとその欲がなくなってきた、はい、余計に食に対するこだわりもなくなってきたんで、はい、なんか鶏肉でいいです。そうなっちゃいましたね。だから向いてますよね、多分こういう競技は、うん、そうですよね、ストレスはないんで、うんうん、それと今から言うことは全然参考にならないんですけど、減量の秘訣、はい、成功するためには何を意識したらいいですかって言うんですけど、はい、大会に向けて体を作るっていう意識が強いと、はい、僕は減量成功すると思うんですよ。で、例えばこれ僕のことなんですけど、はい、普段減量入って1ヶ月目、はい、あちょっと最近なんか食べたいものも増えてきたのかなってなって、はい、YouTube とかでやっぱ大食い動画見たり、はい、こう食べ歩きの動画とかを見てた時期があるんですよ、はいはい、その時はまだ大会に集中できてなかった、うん、で日本選手権まで残り4週間とかなったら一切見なくなるんですよ、はい、これって僕後で聞いてたんですけど、なんか自然に見なくなる、はい、で食べたいものもなくなるんですよ、はい、なんか大会しかもう見てないみたいな期間もありました、まあ、最近はそこまで意識してないですけど、はい、なんであこれがなんか集中できてるってことなのかなみたいな。なるほど。余計な雑念がなくなると、はい、体がめちゃくちゃ仕上がりますね。それなんか、うん、結構トップ選手によくこう聞く言葉かなと自分も思ってて、はいはい、集中したら絞れるって。そうそうそう。嘘だろって思うんですよ、ね。はいはい。で体重が変わらなくても、はい、質感が変わるんですよね。そうなんですか。それは僕2022年の日本クラス別9月にあった大会と2022年の10月の日本選手権、体重一緒なんですよ、 74.6kg だったら、はい、一緒なんですけど質感と仕上がりが全然別人ぐらい違ってて、そう気持ちの問題。本当なんか不思議だなって思うんですけど、ね、参考にならないですけどね。参考にならない。参考にならないです。多分生活の集中力とかも変わるんですよ、多分一個一個のトレーニングの、はい、そのインターバルの詰め方というか、はい、ダラダラしない、はい、でマシンからマシンに移動する時も、はい、結構心拍数なるべく高い状態保ったまま移動とかしてると思うんですよね。なるほど、なるほど。気づかないうちに、なんで質のいいトレーニングができてる、うん、まあそういうところがあるのかもしれないですね。そうそうですね、気持ちの問題とはいえ、うんうん、そうですね、はい、うん、ちなみにカロリーとかってざっくりどのくらいとかっていう、2800から3000くらい減量、まあ、はい、でも減らしましたね僕。あの前あのトレーナーじゃなくて普通に、はい、サラリーマンというか、はい、あの週5とか6で働いてた時は、はい、3000以上取ってたんですよ、はい、でも今減らしましたね。そうなんですか、ね、もう3000取っても絞れるんですよ。絞れてました、はい、今は絶対無理ですよ。今のあの生活の活動量だったりですね、はい、うん、前の方がやっぱりその活動量が多かった。多かった、そうです、はい、サラリーマンやってた。そうですね、それからあとトレーニングの強度が下がらないぐらいの数値ですよね、うんうんうん、はい、そこが一番大事ですよね。そうですね、うん、
そこでバレちゃうと、はい、カロリー上げた方がいいですよね、まだ、はい、鶏肉当たったこととかって ありますよ、めちゃくちゃありますよ。あ、本当ですか。その当たった理由が、僕あの福岡にいた時に、はい、生の鶏肉食べてたんですよ、はいはい、それで当たってましたね。あ、そうなんですね、はい、鶏刺しとかありますもんね。そうで、その病院に行って、はい、何食べたのって言われて、はい、生の鶏肉って言ったら、もうそんなスポーツ選手がそんなもん絶対食べちゃダメだよって毎回言われてましたじゃあもうそれ以降はよく焼き。よく焼きですね。でそれで4回ぐらい当たったんですけどね、はい、懲りずに食べて生で。で急性腸炎になって、はい、そう、まあ、最近はもう学習しましたそうですね、特にこの時期はそうですね、もうね、体重落ちたら終わりなんで。そうですよね。よく焼きででよく保冷して。志麻、ね、さん時間もないということなんで、はい、お食事中途半端になっちゃったかもしれないですけど、今日もありがとうございましたまた食事に関してはあの、はい、いろいろお伺いしたいことが視聴者さんもあると思うんで、はい、ぜひなんかコメント欄とかでも。あ、そうですね、はい、コメントください。こういうこと聞きたいとかいうことがあれば、うん、書いていただければ、はい、YouTube 内でそうですね、動画でアンサーをしましょう。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。